株式会社 NTT ドコモは携帯電話の無線通信サービスを提供する日本最大手の移動体通信事業者日本電信電話の完全子会社1968年7月1日に日本電信電話公社が移動体通信サービスポケットベルを開始したことが NTT ドコモの起源となる電電公社民営化後の1990年2月に 日本国政府の措置として日本電信電話株式会社から移動対通信業務の分離が決定し1991年8月14日に NTT 移動通信企画株式会社が設立1993年7月の分社化と共に NTT ドコモのブランドでサービスを行っている東京証券取引所などに上場する公開会社であるが NTT が 発行済み株式の100%を所有しており、同社の連結主会社である。NTT グループの営業利益の7割を稼ぎ出す、稼ぎ頭でもある。ただし、日本電信電話株式会社等に関する法律は、当社には適用されず、特殊会社でもない。ドコモの名称は、The c o m m u n i c a t i o n ー Over the m o b i の頭文字を綴ったものである。 2015年1月からのブランドスローガンはいつか当たり前になることを2008年7月に各地域会社を合併し全国一社体制となったそれまでは NTT ドコモグループを統括する中核会社であり同時に関東地方及び高新越地方を管轄する事業会社でもあった NTT ドコモグループ全般と区別するためにこの会社を指す際には便宜的に ドコモ中央とも呼ばれていた。合わせて、コーポレートロゴマークも、旧来の NTT ドコモから、現在の NTT ドコモに改められた。2010年に、正式の英文名を NTT ドコモ、インクから NTT ドコモ、インクに変更した。また2013年10月1日に、称号を NTT ドコモから、これまで通称社名として使用してきた。 NTT ドコモに統一した。2020年現在では、WCDMA HSPA を用いた、フォーマサービス開始、LTE を用いた、シーサービス開始、LTE アドバンストを用いた、プレミアム 4G サービス開始、5GNR を用いた、ドコモ 5G サービス開始による、携帯電話事業を中心として、各種事業を展開している。かつて手がけていた、 PHS サービスは2008年1月7日、また PDC を用いた、シティフォンは2008年6月30日、ムーバ、ドパは2012年3月31日にサービスを終了した。ドコモのフォーマ端末第1号、N2001NEC 製2001年日本国内携帯電話契約数は約7967万契約で、国内携帯電話市場における、 市場占有率は約44%で共に1位。現在は WCDMA 方式、HSPA 方式の第3世代、第3.5世代携帯電話、フォーマと2010年12月24日に国内移動通信事業者各社に先駆けて開始した LTE 方式の第3.9世代携帯電話9市、CC。 2015年3月27日に開始した LTE アドバンスト方式の第4世代携帯電話プレミアム 4G2020 年3月25日に開始した第5世代携帯電話ドコモ 5G をサービスしている1000万契約ごとの到達年月メールアイモードサービス1997年12月開始の10円メールサービスや1999年2月開始の i モードサービスが爆発的ヒットとなり市場占有率を高めた。i モード普及期の1999年から2001年にかけて当初の i モードメールアドレスは携帯電話番号ドコモ .ne.jp であった。悪意を持ったコンテンツ事業者は携帯電話番号ドコモ .ne.jp というメールアドレスをコンピュータで自動生成し、 自社の買ってサイトを宣伝する迷惑メールを i m o d 宛に大量送信した。受信者にメール受信料金の金銭負担がかかる迷惑メールは社会的に大きな問題になった。このため2001年7月より i m o d に向けて大量に一斉送信されたメールを iMode センターが探期し削除して受信させないことである程度の抑制ができるようになったほか、 契約直後のアドレスは、ランダムな英数字から始まる仕様に変更され、i モード上のメール設定で、アドレスのほか、迷惑メール対策の設定変更ができるようになっている。同じ頃、J-HONE は、メール受信無料を強く PR しており、また、受信メールにもパケット料金を課金するという、NTT ドコモと同様の仕組みを導入していた AU が2001年1月に、 コミコミパックという無料通信文を含んだ割引プランを導入した。一方、NTT ドコモは2001年8月から i モード利用者に対して迷惑メール対策の一環として毎月400パケットまでは無料とした。また、電波帯域に余裕のある WCDMA においては1パケットの単価を若干下げるとともにコミコミパックと同様のパケットパックを導入した。 2005年11月、新統一料金プラン導入時に、同プラン利用者の i モード基本料金を値下げし、毎月の400パケット無料を廃止した。また、2008年6月には、i モード基本料金を他社と横並びの月額315円に改定した。ムーバからフォーマへの移行2001年10月に、世界初の WCDMA 方式の 第3世代携帯電話サービスとして開始されたフォーマは2004年に最新機能を盛り込んだ 900i シリーズの発売を機にドコモの主力サービスとして位置づけられた。その後、ムーバーからフォーマへの加入者移行を図ったことで2004年4月から2008年6月末まで第3世代携帯電話での純増数は50ヶ月連続1位となり、 2006年7月には、フォーマの契約数はムーバ契約数を上回った。2008年11月にムーバサービス2009年3月に、デュアルネットワークサービスの新規契約を終了し、2012年3月31日をもって、PDC 方式によるムーバ携帯電話サービスを終了した。フォーマの高速化と LTE の導入フォーマのデータ。 通信速度は2001年10月の導入当初、送受信とも 64KBPS の回線交換と受信最大 384KBPS 送信最大 64KBPS の無線パケット通信でサービスが開始された。2003年9月にカード型端末回2402が発売され、送受信とも 最大 384Kbps での通信が利用可能となった。音声端末においては、その後も送信は最大 64Kbps であった。2006年8月にフォーマハイスピードの名称で WCDMA の上位規格である HSDPA が導入され、受信最大 3.6Mbps 上り送信384。 KBPS の通信速度が利用可能となった。2008年4月にフォーマハイスピードの受信速度が最大 7.2Mbps に向上され、2009年6月には HSPA 規格の導入により送信も最大 5.7Mbps に向上された。2011年6月からはフォーマハイスピード受信速度が 14Mbps に引き上げられた。 積極的なフォーマーエリア及びフォーマーハイスピードエリアの拡大によって通信エリアによる顧客満足度が向上し2009年3月にはデータ通信における顧客満足度で1位になり2009年7月の携帯電話純増数でも第1位になり2009年度全体でも純増数が4年ぶりに1位となっているまた2010年には JD パワー顧客満足度調査で 初めて業界1位を獲得した。現在、世界中の通信事業者が導入し始めている、第3.9世代移動通信システムの企画である、ロングダームエボリューションについても、ドコモは、クシーという新たなサービスブランドで、2010年12月24日より、サービスを開始し、東京、大阪、名古屋から、精霊都市、全国へと基地局を増やしている。 シーの導入によって、導入当時一部の屋内エリアで最大 75Mbps、その他のエリアで最大 37.5Mbps の通信速度が利用可能となった。一部地域において2012年冬より受信最大速度最大 112.5Mbps にまで、2013年夏より受信最大速度最大 150Mbps にまで向上した。 スマートフォンと iPhone への参入遅れ、HT-03A 日本発の Android 搭載携帯電話2006年10月に開始した番号ポータビリティでは当初苦戦し、2006年11月度の契約数が自社発の順減となった。その後も au に比べ順増数が少ない状態が続いた。さらにはソフトバンクにも順増数で劣り、MNP 開始後2社に大きく、 遅れを取った。また、2008年1月度は e モバイルにも、順増数で劣った。ドコモは2007年5月より、ドコモ2.0という旗印で、顧客獲得を狙ったが、2007年8月度に、創業以来2度目の順減となった。この順減状況に、さらなる追い打ちをかけたのが、フィーチャーフォンに代わる、スマートフォンの台頭と、2007年に、 WWDC で発表されたアップルのスマートフォン、iPhone の登場である。とりわけ iPhone は画面上を指の操作によるマルチタッチ機能が斬新で直感的な操作体系に加えてパーソナルコンピュータとほぼ同等の機能を持つフルブラウザ機能と電子メール機能を搭載したことで iPhone の市場規模が拡大した。翌年の2008年に発表された。 iPhone 3G にてソフトバンクが参入したことで日本国内においてもスマートフォンが普及するきっかけとなった。スマートフォンの台頭でドコモも対応に追われ2008年7月から新しいドコモブランドに変更することとなった。2008年11月には 90X、70X といった数字による携帯電話の不番方式を改め型番を整理し、 ドコモプライムシリーズ、ドコモスタイルシリーズ、ドコモスマートシリーズ、ドコモプロシリーズといった4つのシリーズに分類するようになり、2008年度からは1100シリーズ、ドコモプロシリーズで Windows モバイル、Blackberry、Android といったスマートフォンを立て続けに発売した。2010年夏からはスマートフォンをプロシリーズカテゴリーから独立させ、ドコモスマートフォンとし、 2010年9月には、スマートフォンでも i モードのメールアドレスなどが利用できる SP モードがサービス開始になった。2011年冬季モデルの端末からは、従来型携帯電話の上位シリーズをドコモスタイルシリーズに統合して、スマートフォンを主力に位置づけた上で、ワンセグやお財布携帯といった従来型携帯電話に搭載されていた機能を付け加えた。 ドコモウィズシリーズと旧来のドコモスマートフォンの流れを引き継ぐ先進的なユーザー向けのスマートフォンという位置づけとなるドコモネクストシリーズの2つのシリーズに分類した。2011年冬モデル以降はクシー対応の音声通信端末が発売された。しかし、これまで通信規格 CDM への問題で iPhone に参入できなかった au が iPhone 4S の発売と同時に参入したことで、iPhone 3GS 以降の機種で、フォーマの通信規格に対応していたにもかかわらず、ドコモだけが iPhone を取り扱わない状態に陥っていた。これは、ソフトバンクの iPhone 参入時から、ドコモの iPhone 参入時までの間に、ドコモでは2度の社長交代が行われており、経営方針の変更を余儀なくされていたのに加えて、 2010年のパケットビデオ社の買収や2012年の n o t TV の放送開始、当時のドコモの傲慢な態度もユーザーの不評を買う要因となっていた。その影響を受けて2008年夏以降は番号ポータビリティ転出数や解約率の低下が顕著になり、同年12月には MNP 制度開始以来初の転入超過となっている。 2012年1月には初めてフォーマ契約が順現となり iPhone 参入までの間は苦戦が続いたこのような過去の失敗と反省を踏まえてドコモは経営戦略の見直しを図り新たに2トップ戦略を打ち出しソニーエリクソンとサムスン電子のスマートフォンに販売奨励金をより多く投入するとともに2013夏季モデルの端末からは ドコモウィズシリーズとドコモネクストシリーズの二つのシリーズによる分類もなくなった。2013年秋にはソフトバンク、au に続いて日本国内での iPhone 参入をようやく果たした。近年の課題、新サービス他社に比べ料金プランや端末価格が高額というイメージがあることなどが挙げられる。うまでのパケ放題パケ放題フルの導入や 利用可能エリアの拡大、サービスや端末のバリエーションの強化、家族間、通話24時間無料など、ファミリー割引の強化、料金プランのフォーマとムーバーの統一、ファミワリマックス50と、一人でも割引50の導入による料金が、高額というイメージの払拭、新料金体系導入に伴う端末のカップ販売の開始、さらなる高速パケット通信企画である、 HSDPA の導入、モープといったソフトウェアにおける共通プラットフォーム開発などの対抗策を打っている。2004年には i イモードフェリカを開始した。愛称はお財布形態でこれを元にしたモバイルスイカのサービスも行われている。お財布形態は他社にもライセンスが供与されている。2006年8月31日、HSDPA と呼ばれる。 高速パケット通信規格を使用したサービスフォーマハイスピードを開始した。HSDPA は第3.5世代移動通信システムの高速データ通信の受信規格に相当する。これを利用した着歌フルの配信やシニアに音楽番組を自動でダウンロードするミュージックビデオチャンネルも行っている。また同じ第3.5世代移動通信システムの 高速データ通信の送信規格であるハサップ方式のフォーマハイスピードも採用され、フォーマのデータ通信サービス、フォーマハイスピードは、送受信とも高速化を実現した。さらに、第4世代移動通信システムに相当するクシー、第5世代移動通信システムへの新方式の研究、開発を積極的に行っている。2008年度からは、今までドコモが作ったビジネスモデルである。 i モードシステムでは開拓しきれなかった分野にも取り組んでいる。2010年9月より、スマートフォン用 ISP サービス、SP モードをサービス開始、ワンセグお財布携帯搭載のスマートフォンの発売を開始し、さらに、大日本印刷と提携し、同社のスマートフォン向け電子書籍配信サイト、ニダファクトを立ち上げるなどして、販売拡大に取り組んでいる。 2011年9月からは、タブレット端末を新たなカテゴリー、ドコモタブレットで展開している。また、2011年4月1日以降に販売する端末は、総務大臣が示すガイドラインに基づき、iPhone を除いたすべての携帯端末で、SIM ロック解除可能とした。さらに2014年夏には、クシーによる高音質通話サービス、ウォルトが開始された。 2015年2月から講座振替へのご案内の封書は有料化され、郵送料は50円、請求書払いは100円の取扱い手数料がかかるようになった。同年、宝とミーと共同でコミュニケーションと読むニボット、オーナーズを開発した。喋って、コンシェルの技術を応用し、円滑な会話が可能となっている。2019年秋、 ラグビーワールドカップ2019に合わせ 5G のプレサービスを開始し2020年3月25日に 5G サービスを正式に開始した2020年9月には今後の 6G 携帯電話への研究開発に向けての NTT グループとしての国際競争力を高めるなどの狙いから持ち株会社である日本電信電話がドコモを完全公会社化することが発表された また、KDDI やソフトバンクのようにサブブランドを持っていなかった同社は、大手携帯電話会社への月額料金の値下げを迫った菅義偉内閣の要望を受け、2020年12月にデジタルネイティブ世代をターゲットにしたドコモの既存プランとは完全分離された新プラン、アハモを2021年3月に導入することを発表している。他事業者へのだし,し、 NTT ドコモのクシー、フォーマ回線網を MVNO 事業者へ貸し出す、魔の事業を行っている。ワイドスターデュオサイオと衛星通信書挙げ枝方、衛星通信所ワイドスターは、赤道上空3万 6000km にある2機の正式道衛星を使った公衆通話サービスである。2010年5月末時点で3万8100契約である。利用可能エリアは、 日本の領土、領海、経済水域のうち、正午頃に太陽を見渡せる場所をすべてカバーする。主に山小屋、船舶といった、携帯電話や固定電話の届きにくい場所で利用されている。2004年3月まで、航空機内においてもサービスが提供されていた。衛星軌道が遠いため、0.2秒程度音声に遅延が発生する。また通信に高出力が必要であるため、 電話機は最小の下半型で1 7ラムである。主に下半型、車両型、船舶型の3形態である。車両型、船舶型は常に静止衛星にアンテナが向くよう自動追尾アンテナを備える。下半型にはそれ、自体に指向性の強いアンテナが内蔵されており、アンテナを南方向に向けることにより通信が可能となる。屋内で利用するため、 外部アンテナと接続することもできる。割り当て番号は日本の携帯電話番号と同じで、衛星電話に着信する際の料金体系も地上系携帯電話の料金と同じであるため、世界的な比較でも格安な衛星通信である。地上インフラへの依存度は低く、災害時も服装が起こりにくく、下記の2箇所に分散された衛星アップリンク局が同時に被災しない限り、 通信に支障が生じることはなく、移動予備局への移行も容易である。その実力は未曾有の被害となった東日本大震災で、地上の携帯電話基地局が地震や津波や長時間停電などで次々と麻痺、機能不全になった時でも安定した通話、通信が実証されたため、災害対策機関だけでなく、観光庁や企業でも 災害対策用として導入している。2010年4月からは、ワイドスター2というデータ通信速度の高速化及びパケット料金の低廉化を図った新サービスを開始している。NTT ドコモの国際ローミングサービスとして、ワールドウィングというサービスを提供している。これは電話番号やメールアドレスはそのままに NTT ドコモと提携している海外の 通信事業者のサービスエリアで利用できるサービスである。通話のほか i モード SMS データ通信など、海外で利用することができる。利用できるエリアは210カ国と、日本人が渡航するほとんどの国で利用が可能である。また、コネクサスモバイルアライアンスと等、海外との通信キャリアとの提携を積極的に行っており、二千十年九月には、海外パケ放題の提供により、 海外での定額のパケット利用料などのサービスを提供している。2007年頃からワールドウィング搭載の機種が増えているが、日本の国際空港ではドコモワールドカウンターを設け、国際ローミング端末のレンタルも行っている。国際電話ではワールドコールというサービスを行っており、NTT ドコモの全端末から利用することが可能である。ガイドブックには記載はないが、 イリジウム衛星携帯電話に電話することができる。公衆無線ランドコモ Wi-Fi フレット、S スポット、ホットスポットの共用エリア表示 NTT ドコモでは、インターネットサービスプロバイダ事業を展開している。ドコモ港は、NTT 東日本、西日本及び提携ケーブルテレビ局の光回線の卸売を利用して、FMC を行うものである。各 ISP と提携しているが、 ドコモネットの選択も可能である。モペラは NTT ドコモの携帯電話やドパ、衛星電話といった全ての通信でインターネット接続ができるもので利用料は基本的に無料である。コーマに特化しデータ圧縮やセキュリティ対策の取れるモペラ U では i モードが使えないドコモのスマートフォンでのプッシュ型電子メールや定額データプランでの接続などができるほかオプションで 公衆無線 LAN やフレッツコーやフレッツ ADSL を安価に利用することができる。かつては、ドコモ AOL やドリームネットといった ISP も運営していたが、他社への売却や OCN への統合などでもペラとドコモネットだけである。その他にドコモ Wi-Fi という公衆無線 LAN サービスを提供している。かつては、ムズンの名前でサービスを展開していたが、 2012年3月1日より、現在の名前に変更された。回線契約者向けに、前述のモペラ U の公衆無線 LAN のオプションサービスや、スマートフォン向けの SP モードの公衆無線 LAN オプションサービスとして、ドコモ Wi-Fi の公衆無線 LAN サービスを提供しているが、NTT ドコモの回線契約がなくても、ドコモ Wi-Fi のサービスを単体で契約して、利用することができる。 提供エリアは日本の有料で提供される公衆無線 LAN の中では最大でコンビニエンスストア、飲食店、駅、空港、複合ビル、ホテル、パーキングエリアなど全国116,600エリア、14万アクセスポイントで利用することができる。NTT ドコモ PHS633S642S1998 年に NTT パーソナルより PHS 事業の譲渡を受け事業展開を行っていた。NTT ドコモの携帯電話事業との競合を極力避けるため音声通話よりもデータ通信や位置情報端末、パッセージといわれる PHS を使った校内内線や家庭内内線などといった分野に力を入れていった。2000年頃はパームやザウルス、 Windows CE 端末といった携帯情報端末が全盛期ということもあり、それに合わせたコンパクトフラッシュタイプのデータ通信端末を中心に契約数を伸ばし、ピーク時には200万以上の契約数で市場占有率に異であった。2001年前半にフォーマ等に先駆けてマルチメディアサービス M ステージも行われていた。しかし、事業自体は赤字が続き、 生き残りの施策として2003年にフリードという定額データ通信サービスを開始。一時期収益を持ち直したが、競合する DDI ポケットが AirH サービスの先行に追いつけず、端末と料金設定が充実した2005年頃には、フォーマーサービスの定廉化とデータ通信や、校内内線事業が社内競合し始めたことや、設備の老朽化によりエリア拡充や、 新規サービス追加が困難なことから、事業継続のメリットが少なくなってきた。PHS 事業を手掛ける3大グループの中の、アステルグループが2002年より一部地域会社で撤退が始まり、どこも PHS の動向が注目されていた。2005年4月30日をもって、新規加入を停止、2008年1月7日24時をもって、すべてのサービスを終了した。 どこも PHS の利用者はフォーマへの移行優遇措置やウィルコムへの圧戦等を行い、NTT グループ全体として見ても、通信分野部門単位で、初めて他事業者に市場を明け渡したことになる。2008年1月7日以降は、ウィルコムグループ、Y モバイルのみが、PHS の全国サービスを展開し存続する事業者になったが、これも2021年1月に、 サービス終了となることを発表された。ドコモセンティーネクス x 日本で唯一ポケットベルサービスを全国の都道府県で提供する事業者であった。NTT ドコモの営業開始当初は携帯電話よりポケットベル加入者の方が多かった時期もあった。1968年7月1日に東京23区で給電電工社が始め、1978年に280、 メガヘルツ帯の FSK 変調200ビット S の NTT 方式のサービスが開始された。当初は呼び出し音のみのものであったが、バイブレーションタイプ、カードタイプと進化していった。1985年の通信自由化により、テレメッセージグループが参入し、ポケットベル価格が安価になり、1990年代は端末が NEXT シリーズとしてラインナップされ、数字、 カタカナ、漢字の表記もできるように、高機能になっていった。1996年以降は、携帯電話、PHS の低価格化と、ポケベル同様のショートメール機能を備えた機種の登場により、プライベート用途で利用していたユーザーの流出が起き始める。1997年から、パソコンから電子メール網を経由して、メッセージを送信するアプリケーション、占い。 天気予報、ニュースなどのプッシュ型情報配信サービスや、帰宅や連絡を促す、定型文のみに対応した子供向け端末、キッズベルの発売、1999年には、発信者課金で、基本料不要の、ゼロニードのサービスも開始され、テレビ CM も、i モード登場後の例にルドゥー、サービスインまで行われていた。2001年4月にポケットベルから、クイックキャストへ、 サービス名称を変更した。確実に届くページャーの特性を全面に出し、新端末スクーパーシリーズも発売されたが、携帯電話の加入者増加が続き、利用者が大幅に減少したため、2004年6月30日に新規申し込み受付を終了、2007年3月31日限りで事業を終了した。NTT ドコモの2007年の撤退後は、 テレメッセージグループだった沖縄テレメッセージと東京テレメッセージがポケットベル事業を継続していたが沖縄テレビメッセージは2017年4月に東京テレメッセージは2019年9月に事業を終了した NTT ドコモはもともとはドコモカードというクレジットカードをクレジットカード会社と提携して提供していたお財布携帯でのクレジットカードサービスの促進 さらに新たな収益確保の一環として、2005年12月1日より、三井住友カードに出資し、非接触型クレジットブランドである ID サービスを始めた。2006年5月26日サービス開始の DCMX2015 年11月20日発行開始の D ポイントカード一体型の D カードをドコモ独自の ID 対応クレジットカードとして発行している。 ビザ、マスターブランドのクレジットカードでも、ショッピングやキャッシングの利用が可能。ETC カードも発行されている。DCMX には、カードを発行せず、お財布形態の ID によるショッピングのみ、対応の簡易サービス、DCMX ミニもある。利用限度額1万円ショッピングポイント非加算という、制約があるものの、フォーマのお財布形態を保有している。 数百万から千万程度の契約者が申し込むことができ、携帯クレジットの裾野を広げる狙いがある。ドコモの携帯払いは D アカウントでの買い物の代金を携帯電話料金などとまとめて決済するサービスである。D ポイントが付与され使用できる。D アカウントはドコモ回線契約がなくても取得できる。ID は NTT ドコモ、三井住友カードの他にも、 イオンクレジットサービスやクレディセゾンなど合計68社が提供を行っており2009年1月にはお財布形態による IDID ID 一体型クレジットカードと ID 単体カードを合わせた発行枚数が1000万枚を突破している DCMX の会員数も2009年8月24日に1000万人を突破している ID 利用可能な店舗は セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリー山マザキといったコンビニエンスストアや日本マクドナルド、牛角、イオン、ビッグカメラ、ヨドバシカメラ、小島と多数の店舗で利用が可能である。また日本コカ・コーラの自動販売機であるシーモニやタクシーでも利用できるものがある。対応決済端末台数は42万台と、スイカやエリを超えている。 世界でも2008年7月よりグアム8月に中華人民共和国上海市でも利用可能になった。ふとじは地域支社所在都府県。地域支社は合併前の各地域会社の本社であった。なお、参加支店はその後ドコモ CS の各地域会社に移管され、ドコモ本体には地域支社組織しかない。 契約者数は2019年12月末現在、以下の写真に挙げられた各建物は、子会社等を含めた事務部門が入っているもの、電話交換設備のみが置かれているものとに分けられる。基地局、ホーマ、ムーバ共用、ドコモ R&D センター、神奈川県横須賀市の横須賀リサーチパーク内に、ドコモ R&D センターと呼ばれる研究施設がある。 周りには NEC、富士通、エリクソン、ネットワンシステムズ、アルファシステムズといった企業も進出しており、共同研究も進めている。2015年以降、普及が進んでいる通信方式 LTE アドバンスと、さらに次世代の第5世代移動通信システムの研究、携帯電話の新端末の開発、通信プラットフォームの開発といった、 NTT ドコモの日本における携帯電話等移動通信システム開発の中心的な拠点となっている。また同センターには展示ホール、ワーフがあり、NTT ドコモの研究成果や今後開発予定のビジョンなどが展示されていて見学が可能である。C-TECH JAPAN 2009では目で操作するイヤホンや国産間伐材を原料としたタッチウッドなど、 この研究施設で開発された技術が発表された。ドコモショップ級ブランド時代のドコモショップ NTT、ドコモの製品やサービスを販売している店舗は、ドコモショップを中心として、全国で約2393店ある。その他に家電量販店や取り次ぎ店などで販売されている。主な業務の内容は以下の通りである。ドコモショップには、ドコップと呼ばれる。 携帯電話メモリーコピーツールが店頭に置いてあり、新機種へアドレス帳、写真、メールなどのデータの移行や、MNP などでメールアドレスが変更になった際など、メールアドレス変更の一斉通知などができる。データのコピーは他社からドコモへの変更も可能である。大半の店舗が NTT ドコモと代理店契約した会社が運営している。主な代理店には、 コネクシオ、TE ガイア、MX モバイリング、金松コミュニケーションズ株式会社や TD モバイルといった、商社系、携帯電話メーカー系、その他に、自動車修理工場やホンダ研工業、日産自動車といった自動車メーカー系の代理店がある。メーカー系の代理店は、NTT ドコモへ、携帯電話を納入するメーカーの相次ぐ、事業撤退により、富士通以外ほとんどが、 買収合併により謙存しない。地方には地元の電気や自動車修理工場といった地域に根付いた代理店もある。代理店には一時代理店、二時代理店、三時代理店、取り次ぎ店などとあるが、ドコモショップは基本的に一時代理店か二時代理店が行っている。ヨドバシカメラ、ビッグカメラといった家電量販店は二時代理店であることが多い。 エデオン屋の島のように一時代理店業務を行っている子会社を持ち、ドコモと直接契約している量販店も存在する。かつては直営店舗や支店窓口も存在したが、現在は機能分担主会社であるドコモ CS 及び各地域ごとのドコモ CS 地域会社に移管、集約されている。以前はドコモショップより小型の販売店が存在した。業務自体は 基本的にドコモショップと変わらないが、店舗によって受けられるサービスに一部制限があった。小規模の駅周辺、ドコモショップと競合しない区域、人口がさほど多くない地域、商業施設にテナントとして入居等、基準は各地区ごとに異なる。ドコモショップと同様に NTT ドコモと契約した運営会社が運営しており、地域ごとに呼び名が異なる。 2008年7月の NTT ドコモグループ発車統合とブランド変更を機に2008年度末までに小規模販売店をすべてドコモショップへ移行している。統合時には北海道地区、東北地区、北陸地区の全店でドコモショップへの移行が行われた。また、ロゴデザインの変更による店舗デザインのリニューアルが2008年夏より順次各店舗で行われた。また、 電話機販売業務のみを行う取扱店が全国各地にある。NTT ドコモの看板を掲げるなど、一見ドコモショップと変わらない外観の店舗も存在するが、一部を除き電話料金の収納や故障修理受付、解約業務等は行わない。主な機関システムとして、経営管理システム、ドリームズ、顧客管理システム、アラディーン。 料金システム、モービルズの3つがある。これらはすべてオラクルのデータベースを採用している。使用されているサーバーはユニックス系ソラリス、そして Windows サーバーであるが、使用割合は後者の方が多い。以下のオプション製品はドコモショップへ持参することでリサイクル処分することができる。UHF アニメ角川作品の制作に関与している。携帯電話会社で アニメ制作に参加することは異例である。2010年10月から2011年10月まで、テレビ東京角川作品の制作に参加した。なお、角川書店とは2012年7月開始の、スマートフォン向けアニメコンテンツ配信事業、アニメに関するコンテンツ管理業務や、新作アニメ作品への出資等を行う、合弁会社、株式会社、ドコモアニメストアを、 同年5月下旬に設立した。制作委員会として参加ルノー会1チームのア相棒ドロゴ原則として2021年7月10日、現在、ドコモのサービスの基盤となる業務を効率的かつ、機動的に運営するため、地域別に設立した。古会社北海道東北関東、甲信越東海北陸関西中国四国九州、沖縄と東海基地局はいずれも、問題発覚後に、 撤去あるいは移設された。なおそれまで称号にアルファベットを使用していなかったのは2002年に商業登記規則が改正されるまで日本では称号にアルファベットを使用することが認められていなかったためである。現、バンダイ取締役の松永まり、現ドワンゴ取締役の夏野剛志らが開発メンバーとして手掛けた。ファミマリマックス50または10年以上利用で、 一年割引ファミリー割引の契約が必要。いわゆる半角カタカナ。河川部が青い看板の店。新規契約と機種変更のみを行った。河川部が緑色の看板の店。故障修理受付、解約以外の業務を行った。ありがとうございます。